ようございます、ジムです。今日はいよいよもうすぐ2021年9月18日より販売開始、あつ森×プーマコラボの詳細情報を海外の公式販売ページから紹介していきたいと思います。イエーイ。あの靴で有名なプーマさんとのコラボについてのプレスリリース情報は少し前から出ていたのですが、公式さんがなかなか日本の販売ページをね公開してくれていなかったので、商品ラインナップや価格帯がよくわからなかったんですけれど、海外の公式サイトが先に情報を公開してくれていたので、そちらを詳しく見ていきたいと思います。商品の魅力や価格をわかりやすく解説するので、日本で販売開始した時にいち早く欲しい商品をゲットできるよう最後までチェックしていってください。それではやっていきましょう。まず海外の商品ページこんな感じです。ずらーっと思ってたよりもね、いろいろ商品パターンがありそうです。まずはプーマといったらやはりスニーカーということで、今回コラボスニーカーは3種類、そしてサンダルが1種類の展開となっております。まずはメンズで展開されているこちらの商品、いやこのスニーカー作り込みやばない。側面には住民さんの顔、たぬき開発マーク、そしてここはあつ森の地面の三角を表現されています。色合いもあつ森カラーでめちゃ可愛い。斜め上から見るとプーマの靴ひも止めもとてもおしゃれだし、ここにもたぬき開発ワッペンがあったりとか、なんと内底までねたぬき開発の模様がついてるんですよね。で本当にこだわりが詰まった一足、背面にもプーマ、底にもプーマ、内底にはアニマルクロッシングの文字も。あ、これさ左右で模様違うんだ。左がプーマで右がたぬき開発マークの靴ひも止め、うわおしゃれすぎ。さらにおまけに別の色の靴ひもが入ったベル袋もついてくるそうです。こちら価格は110ドル、だいたい1ドル日本円で今109円、まあ、だいたい110円という計算で1万2000円程度、結構お高いんですけれど、本当にそれに見合ったクオリティなので、サイズが合う人はねぜひ購入を検討したい一品となっております。こちらのスニーカーはメンズとジュニア、そしてリトルキッズ、トドラー、幼児ですねのサイズ展開となっているそうです。あれ、ウーメンズないんですか？足が大きいよって人はメンズでも入ったりするのかな。ここはね日本でサイズ展開が表示されてから要チェックでございます。次、2足目のデザインはこちらです。こちらはかなりシュッとしたデザインで、スウェードというプーマの人気モデルらしいです。確かにこの形よく見たことがある。ナチュラルベージュのカラーがとても美しく、横に入ったラインがめちゃおしゃれですよね。うわぁ、靴底までなんか綺麗、なみなみ線が入っている。上にはたぬき開発のワッペン、なんと後ろにもたぬき開発マークが、そこにはプーマという文字も、そしてやはり内底にもしっかりとたぬき開発マーク、そしてプーマがいます。これ日本でもアニマルクロッシングって書いてあるのかな。まあ、こっちの方がねなんか靴はかっこいい気がするよね、英語の方が。そしてこちらも靴ひもの色違いがベル袋に入っていると。価格は90ドル、だいたい1万円ぐらいですかね。そしてサイズ展開はこちらもメンズと子供サイズの3展開なんですよね。いやこちらもサイズどうか、ウーメンズもよろしく。ちなみにジムの靴のサイズは 23.5 です。 23.5 販売してください。次来ました、ウーメンズ、やっと来たよウーメンズ。そしてめちゃくちゃ可愛い、見てくださいこの色。そしてジムが一番注目したかったのがここなんですよ。ここなんとねレシピボトルが浮かんでいる、イラストが載っていると、いや細かすぎん。あつ森のあえてレシピボトルをチョイスしたデザインというところが素晴らしすぎる。うわなんか靴底もガチ勢だ、これ歩きやすそう。こちらもねプーマの人気のモデルの形をあつ森風にコラボした商品となっているそうです。あ、後ろにも大きくたぬき開発マーク、ここもね黄色の色とかいう色使いの組み合わせが素敵で感動もの。あ待って、反対側は船だよ、ローディング画面みたいな船が浮かんでたりとか、これなんだ、木？あ、ヤシの木だ、ヤシの木。一瞬気づかなかったくらい細かいあつ森の要素が取り入れられています。こちらの靴底はたぬき開発マーク、そして緑色の靴ひもが入ったベル袋もついてきます。価格は90ドル、だいたい1万円です。そしてサイズはジュニアキッズトドラーですね。なんでこんな子供サイズが豊富なんでしょう、もしかしてジュニア履けたりしないかな。ジュニアのサイズ感はここからはよくわからないですね。
ちょっと販売されてからね、ジュニアのサイズジムが履けることを祈りたい。そして履き物もう一足がサンダルです。これは誰でも履けるんじゃないか。そして可愛いぞ、たぬき開発マークのあしらわれたサンダル。横にもプーマのロゴがしっかりと。あ、なんかそこがなんだろう、これ島にポツポツポツみたいなおしゃれな模様がついております。上から見るとこんな感じ。このワッペンとプーマとアニマルクロッシングの文字がいいですね。先っちょがへこんでて履きやすそうなスタイル。そして価格が40ドル、だいたい4500円とかかなです。サイズ展開はキッズとジュニアがあるそうです。サンダルはさすがにトドラーはないみたいですね。はい、靴はこんな感じでした。ジムとしてはやはりこれが履きたいので、これのサイズが合うやつが販売されることを祈るばかりでございます。そしてこれだけじゃないんです、今回。なんとクロッシング、服もね展開されております。いや、めちゃくちゃたくさんあるよね。21種類あります。ジムが気になっているのはやはりこのパーカーですね。アフロがめちゃくちゃイケてるお兄さんが着てるこのパーカー、メンズらしいんですけれど、ダボっとね着たいジムにとってはメンズでも買いたいかも。あー、これ上下で合わせてスウェットスタイル最高すぎん。タヌキたちが灯台で蝶々を追いかけていたり、腕にもねしっかりとプーマアニマルクロッシングのワッペンがついていたり、たぬき開発マークがポッケについていたりと、めちゃくちゃこだわり詰まった一品。価格は80ドル、だいたい9000円ぐらいですかね。でパーカー3種類ありますね。水色、こちらは先ほどよりはシンプルでさらにおしゃれかと思いきや、後ろにめちゃくちゃ住民さんがいるという最高の展開。いや、思ってたよりたくさんの住民さんいますね。あ、ハムスキもいるし、リリアンちゃんもいるし、サスケくんもいる、ドレミちゃんもだ。ジムが好きな住民さんたちもたくさんいます。そしてもう一色がベージュ色。めちゃくちゃおしゃれ。これ可愛すぎる。上下セットで着たい。どちらもお揃いのワッペンがついている上下セット。上にはしずちゃんがニューホライズン、アニマルクロッシングニューホライズンに囲まれている。ポッキーにはたぬき開発マーク。よく見ると首元にもさ、プーマって書いてありそうだよね。こだわりがすごい。いや、パーカーだけでも素敵すぎるんですけど、ロング T シャツも2つの種類があるそうです。1つ目がこちら。おー、この緑が綺麗なのと、腕に住民さんたち見えますね。かっこいい。背中が物語ってます。ズボン、短パンの展開もあるんですね。このコーディネートもナイス。そして選ばれた住民さん、サスケくん選ばれてる。嬉しすぎるこの中に入ってこれるの嬉しすぎるんだけれど、いいですね。腕についてるっていうのが今までにないデザイン。もう一つがしずえちゃんのロングティー。裏にワッペンがついてますね。そしてこちらも半ズボンとの組み合わせ。あ、たぬき灯台のカラーバージョンの短パンもあるんですね。これ欲しいな。ロングティーといってもスウェットっぽい素材なのかな。ここにもたぬき開発マークがついてます。どちらも価格は50ドル、5500円ぐらいです。そしてプリントティーが1種類。シンプルにたぬき開発とプーマがあしらわれたデザイン。後ろまでぎっしり詰まってます。ワッペンもイケてる。価格は40ドル、ちょっと安くなったね。普通の T シャツも4種類展開されてます。ピンクの灯台プーマ、あー、この組み合わせ好きだな、かわいい。緑のワッペンバージョン、後ろにしずえちゃんがいます。あ、これクリーム色に住民さんたちがだいぶ薄い色であしらわれてますね。このコーディネートめっちゃいいわ。薄い色での決めてますね。これめっちゃいい。黒 T にシンプルに、つぶきちかもめきちかながポツンといますね。これ新しいデザインだね。裏はシンプルにワッペン、袖のところにたぬき開発マークあるね。この色の組み合わせもおしゃれ。4種類とも価格は35ドル、だいたい4000円ぐらいかな。先ほど途中で紹介しましたが、ショートパンツも3個展開で1品50ドル、5500円ぐらい。そしてロングスウェットパンツは2色展開で1つ70ドル、7700円ぐらいになっています。ショートパンツと T シャツとパーカーについてはキッズ展開もあるそうです。これ服ワンサイズかな。一応ね、この辺で M とか選んでも全部プロダクト一覧に残るので、このサイズ展開がもしかするとちゃんとあるのかどうかはちょっと今の商品ページだとわからなかったです。まあ、でもジムメンズサイズでも結構ダボっと着てみたいので狙ってみようかなと思っております。はい、ということで気になる商品が見つかったよ、参考になったよって方はぜひ高評価ボタンのポチリと。ジムはこれからもあつ森のグッズ紹介もやっていくので、チャンネル登録をしてまた見に来てもらえると嬉しいです。あとこれ今海外のサイトで見ているので、全商品が日本で展開されるとは限らないことをご了承いただける
ると幸いです。まあ、多分全部来てくれるんじゃないかなとは思ってます。日本のプレスリリース情報を見るとね。ということでジンボも注文戦争に参加しようと思います。頑張りましょう一緒に。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジンボでした。バイバイ。